TikTok で日常を暴くマフィアたち、はい、これは、はい、すごいすごい話です、はい、まあ、毎回なんですけど、はい、タイムズ、はい、またね、まあ、まさかこういう他の国をバカにしたような記事ないだろうなと思ったら出てきましたよ、はいはい、タイムズ、ロンドンのですね、はい、まあ、保守系の、はい、まあ、伝統ある、うん、新聞社なんですけど、ここはですね、イタリアのマフィアの話を扱っております、はい、うん、イタリアのマフィアなんですけど、うん、この今すごく問題になって、イタリアのマフィアのボス、うん、ナポリのあたりのですね、うん、マフィアのボスをめちゃめちゃ怒らせてる状況があります、はい、それは何かというと、これもじゃあもう見てください、はいはい、こういう写真が一応 TikTok に今めちゃめちゃ上がってるそうです、うん、はい、写真というか、まあ、動画が出てんじゃないですか、はい、動画が上がっておりますね、はい、まあ、こんな感じになってるんですけど、うん、何かというと、うん、マフィアの、うん、まあ、若いチンピラたちが、まあ、下のやつらいるわけじゃないですか。ボスは絶対顔出しとかもしないんですけど、はいはい、ね、はい、まあ、下のやつらが結構やっぱり、まあ、お金持ってるやつらがやっぱり、はい、自分の豪華なライフスタイルを外に見せつけたい、うん、もしくはライバルの組のやつっていうんですか、うん、はいはい、それに対して殺害予告をするために、うん、TikTok 使ってるらしいんですよ。なるほど。若いから見せびらかしたい、やからですね。いや、もうこれ結局、はい、リア充だよと。そうです、そうです。俺は金もあるし力もあるよと、はい、いうところを見せたくてやって、マフィアのボスから怒られてると。そういうことですよ、はい、でマフィアのボスっていうのは基本的にほら、うん、小さな紙切れに暗号を書き込むとか、うん、そういう形で犯罪組織をほら、はい、操ってたわけです、はいはいはい、つまりシークレットが大事なわけですよ、はいはい、秘密でなんぼで、うん、その秘密で何やってるかわからないことに恐ろしさがあるってことで、うん、彼らはそのマフィアのその、うん、なんていうんですかね、その戦略的なその効果みたいなものを狙ってたわけですけど、はいはい、今下っ端のやつらが、うん、ほらティーンエイジャーじゃないですか、やっぱ10代とかやってると、はい、うん、はい、いや、これもやって、なおかつ、TikTok でも金儲けたいってやつがいるんですよ。はい、そうすると、お、俺の彼女世界に紹介するぜみたいなことで、うん、バンバンこういうふうに上げちゃうと、はい、いうことなんです。で、ほら、フェラーリ、まあ。TikTok は金は稼げないんですけどね。あ、TikTok は金稼げない。広告代はまだ出ない。はい、あ、TikTok、うん、ただほら、あそこ TikTok って、すごく緩いんですよ。はい、そうそうそう。規制が一番緩い。規制が一番緩いです、ね。だから、はい、マフィアがやっても OK だから、はいはい、だんだん流すんです。そうですね。参政党が一番活躍してるのは TikTok ですからね。なんでそれ余計なこと言うんですか、ね、いやいやいや、はい、YouTube はバンされるけど、ああ、なるほど。TikTok はされないっていう。なるほど、はい。で、彼らの、うん、ほら、豪華なライフスタイルを自ら披露してですね、はい、うん、まあ、復讐を、このおおい、何日にあいつ殺しに行くからな、うん、待っとけよっていうのをやるそうです、はい、でそれもバンしないから、はい、彼らにとっては非常にいいツールということらしいですね、うん、はい、でギャングたちはこの高価なシャンパンボトルをみんなの前で飲み干すとか、まあ、高価な時計を見せびらかす、うん、高級リゾート地でパーティーをしてる様子を描き出す、はい、まあ、ミシュランの星のついてるレストランで食事をするっていうのをバンバン TikTok で上げて、はいはいはい、上げてたと、はい、アホですね。でこれはね、ギャングたちが初めて自分たちの生活について語る直接的な方向を見つけたんだということで、うん、マフィア研究しているマルチェロ、教授は、言ってるそうです。この犬とかも高そうだね。高いんですか？俺知らないんですけど。いやいや、はい、このね、やっぱりこれマフィアでも、はい、若い世代のこの流行にやっぱ勝てないのかなとはちょっと思いますけどね。なるほどね。承認欲求みたいなやっぱあるわけじゃないですか、はい、それを、まあ、上の人たちはそれを抑えつけることによって、お前なら余計なこと言うなよってやってたんですけど、うん、それがほら勝手にやっちゃうから、はい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 、マフィアのボスたちはもう激怒りだし、うん、どこにいるかも分かっちゃうからね。あ、そうなんですよ、はい、どこにいるか分かっちゃうっつのがもう怖いですよね、はい、で皆さんこれね、まあ、ちょっとこれは別の話にもなるんですけど、うん、アイデンティティあるじゃないですか、はいはい、これ本番組でも何度も言ってます、うん、なんていうかドキシングとかあるじゃないですか、うん、例えば和田さんの住所を教えちゃうとか、そういうことをよくやるんですけど、うん、アメリカの中でやっぱり今非常に問題になってる、これニューヨークタイムズに記事上がってたんですが、はい、Twitch って和田さんご存知ですか？日本でいうと17みたいな、その、みんなが、そう、みんなが動画で、うん、ストリーミングでやってるストリーミングスターという人たちが今いっぱいいるらしいんですけど、うんうんうん、はい、その中のうちの何人かはやっぱりすごい問題になってると、うんうん、600万人もの、600万ですよ、はい、600万人の、Twitch の、ストリーミングスターという女性がいるんですけど、うんはい、その方ですね、まあ、記事になっててのはですね、僕ちょっとびっくりしたんですけど、エストニア出身の女性の方が一人いらっしゃいます、はい、その方ですね、
名前がちょっとすみません、出て、あ、この綺麗な方ですね、いるんですけど、その方がですね、ちょっと名前すみません、ちょっと出てこないんですけど、うん、あ、白草さん、28歳の方なんですけど、うん、はい、この方、エストニアから移住して、あの、アメリカでずっとストリーミングやってるんですけど、はい、なんと、彼女のことで、やっぱりほら、話をしてて、で常にあの、まあ、投げ銭とかもしてもらうとか、はいはい、そういうことなので、コミュニケーションを取ってると、うん、いつの間にか、彼女は俺の、妻だと勘違いしたやつが、はい、わざわざエストニアから遠いところから、はい、アメリカの彼女移住したんですけど、うん、移住先まで来て、はい、で彼女に、うん、おいちょっとあのまた話しようぜみたいな、会って話してくれよっていうことが出てるそうです。こういう事件が、まああの、ストーカーですね、はい、ストーカー被害、勘違いしたストーカーですね、はい、で彼女その、はい、あの白草さんもこれすごいちょっと悪い部分があって、うん、やっぱほら何人もすごくあのフォロワーを増やしたいじゃないですか、はい、で一応この Twitch は、うん、その例えば女性が、その画像の前で、うん、水着になることを一応禁止してるんですよ。あの、水着禁止なんですよ。あ、そうですか。そういうセクシーな格好しちゃいけないと、はい、ただ、うん、それあのその規則の中には、うん、あのちょっと抜け道があってですね、うん、お風呂に入ってるとか、もしくはそのビーチじゃない、なんつうの、プールに入ってるとこだったらいいみたいなのあるんですよ、うん、水着してもいい。なるほどね、はいはい、でなんと彼女、うん、自分の部屋の中に、うん、あのゴムのプール作って、はい、そこで撮影し、わざわざ裸を見せながら、裸じゃないですけど、まあまあ、狙ってるわけですね、狙ってるわけですよ、はいはい、でそういうことやっちゃってるんで、うん、あのフォロワーはめちゃめちゃ増えるんだけど、はい、あの勘違いしたやつもめちゃめちゃ増えてくる、はいはい、でそれで俺の妻だというやつらがめちゃめちゃ増えて、うん、あのほぼ彼女の場合はやっぱりそのかなりここではねキャバレーショーになってる、うん、キャバレーバラエティーショーになってるっていうぐらい、彼女はやっぱり自分の体を、まあ、魅力をこう見せつけることによって、うん、でもでそれでお話しして投げ銭もらってっていう生活をしてるらしいんですけど、うん、命もついでに、ね、キャバレーということらしいです。命っていうかストーカーも来るからね。来ますよ。で、うん、彼女自身はこれね、10万100万1200万、うん、いやこれ1500万ぐらい、うん、それで Twitch で稼いでるそうです、うん、なるほど、すごいですね、はい、あでもそうだね、あの喋って自分が作った動画だけをアップしてるだけだったらともかく、うん、はいはい、こういう、これ生放送で喋って、うん、やり取りしてるわけでしょ。そう、そりゃ変なやつは、勘違いするやつはいるだろうね。でこれがね、うん、なんとね、問題なのは、うん、こういうふうに勘違いするやつもいるんだけど、うん、ほら例えば悩みがあるやつが、その彼女の、うん、あ今日ストリーミングのライブだって言って、うん、来て話すじゃないですか、うん、はいはい、そうすると、うん、そのチャットの間だけで、うん、なんかあの会話成立してるんで、うん、そこがなんかある程度 彼にとっての居心地のいい、なんていうんですかね、あのサポ、僕は心理学でいうとこの サポートグループっていうことをしてますよ、はいはい、なっちゃってる、あのアル中の、うん、人たちがこう一緒にみんなで頑張ろう、はいはい、ああいう形になってる部分もある、はい、コミュニティを結構提供してる部分もあるんですよ、はいはいはい、だからなかなか抜け出せないっていうところもあるみたいです、うん、はい、いやーね、これちょっとこういうで、あのアイデンティティじゃないですか、うん、バラしちゃうということで、はい、いやちょっと大変なことになって、プライバシーがちょっとなくなっちゃって、まあ、プライバシーを売ってるのかこういう人たちは、ね、まあ、その彼女はそれが狙いで水着になったりとかしてるわけ、してるわけなんですけど、はい、勝負かけてるわけです、勝負かけてるのか、はい、まあ、でも実際それでね、稼ぐわけだから、月、うんうん、ね、1500万も稼ぐ、ね、1500万、はい、それはね、やばいのが、今度は別のパターンがもう一つあって、うん、こういうあの男の人がやってる場合だと、うん、この人がいるところの場所が分かると、うん、こいつのことやっぱ嫌いだったやついるじゃないですか、はいはいはい、そうするとあえてこの人に、電話して警察に、うん、あいつが今なんかあそこで盗みやってるって、こういうやつだってことで顔写真出したとか言ってだから嫌いなやつに、そう、あの逆にそのトラップを受けちゃうみたいな、はい、犯罪のトラップ受けちゃうっていうパターンもあるらしいんです、うん、はい、あの晒すっていうのはだからすごくリスクがあることだってことは、もう我々みたいにね、はい、もう完全に晒す人生を選んでしまった人っていうのはしょうがないですけど、僕に来ないで岡山さんね、ぜひなんでですか、お願いします、いや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 、はい、過激な意見を言ってるのは私も、ね、いや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 、はい、ということですよね、言えって言ってるんですか、いや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 、まあでもこれ TikTok もそうなんですけど、うん、やっぱりこの日常をこう晒していくっていうのはやっぱり、うん、ちょっといいのかどうかっていうのは皆さん本当考えた方がいいですよ、はい、そうですね、はい、あの、はい、いろんなところで行ってる場所がバレちゃうとかね、はい、ありますんで、はい、はい、ということで